発信。アミでラジモララサタデー。こんにちは、小野歌子です。アミでラジモララサタデーです。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。チョ先生です。こんにちは、ヘジュンです。よろしくお願いします。お願いします。アミコさんです。こんにちは、アミコです。お願いします。よろしくお願いします。バンビさんです。アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。お願いします。以上のメンバーでお送りします。さて、番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージやリクエストもお待ちしています。メールの方は req.uest@sankakuyama.co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 またツイッターの方はハッシュタグアミラジモでつぶやいてください。今日最初の曲は BTS でラブメイズ。アミでラジモララサタデーお送りしています。続いてはサタデーボラヘフィーバーのコーナーです。このコーナーでは気持ちが上がるときめく推し情報を紹介します。はい、今月の一番大きなお楽しみといえば、そうですね、プサンのライブね、これまあなんかね、万端のコンサートっていうのが大きく出ちゃってるけど、うん、まあそうですね、あの万博誘致のね、うん、PR 活動、そうですね、実はコンサートではないんですけど、ね、なんかいつの間にか BTS のコンサートっていうものが、ね、ツアーのようなイメージになっちゃってるけれども、はいはいはい、まあ無料だっていうこともあってね、うん、みんななんか結構、うん、行く人もいらっしゃるし、うん、なかなか、そうですね、うんうん、まあ1時間半ぐらいらしいんですけどね、どんな形で出るか、うん、楽しみ、楽しみですね。釜山って言えば、うん、ジミンとクックの出身ですよ ね、うん、ね、出身地ですよ ね、 すよね、地元だからなんかいろいろイベントとかあるんじゃないですかね、うん、街を盛り上がっていそうです ね、 ね、絶対本人たちもね楽しみにしてるだろうし、うん、まあ、街中がそうですね、うん、紫になってるんですかね、どうなってるのかね、うん、そうですね、いろいろなんかイベントというかなんか企画されてるようだけれども、うん、まあ、実際行ってみたらね、どうなるのかなっていう感じ。ツイッター見てたら、まあ、マミーさんたちのなんかおすすめの食堂とかグルメとか全部上がってるようで、まあそれとサーチして一緒に楽しんでいるのはどうでしょうかね。アフターパーティーとかもあるんですね。そうですか。あ、それいいですね。アフターパーティーいいですね。楽しそうですね。まあ、これもね、無料とはいえ、うん、まあ、チケット争奪戦というか、まあね、ファンクラブの抽選と、うん、まあ、JTB ツアーの抽選と、まあ、インターパークにね、うん、もう恐ろしいチケッティング、そうですね、チケッティング、チーですね、チケッティングですね、ピケッティングをくぐり抜けたアミたちが、うん、こぞっていくという感じですけどね、うん、まあ、プサン行きゲットされた方おめでとうございます。羨ましい、ね、羨ましいけど、まあまあ、大変そうだよね、うんうん、そうです ね、うん、ね、だけど、まあ、行く方はね、どうか、うん、まあ、ちょっと寒いかもしれないかな。そうです、10月中旬頃ならちょっと涼しい時期ですよ ね、 ね、秋なので、いくらプサンだとしても海辺の街だし、ね、はいはい、だから、まあ、体調を崩さないように、うん、来ていただきたいというのと、うん、まあ、行けない私たちもね、うん、ありがたいことに、そうですね、オンライン配信がありますねあるし、うん、まあ、ちょっと CS の放送になるんだけれども、うん、まあ、テレビの方でもね放送されるということで、 TBS チャンネル1で放送されるということなので、うん、雨じゃない人も見れますね。見れちゃう ね、 ね、なんかね、うん、ね、またね、そういうきっかけで見て、うんうん、たまたま見て、いや、何か買ってほしいって、ね、まあそうですね、うん、ね、そこからアミになるかも、ね、その可能性もある、うん、ね、まあ、どんな形でなんか瀬取りとかどうなのかなって
そうですね、うん、どのような雰囲気なのか本当に気になりますね。しかもあちょっとねちょっと私がね個人的に恐怖を抱いているのはみんな挑発にしてきてるでしょ最近。あ、はいはい、ラムさん、うんうん、ホビちゃんユンギも挑発グーちゃん襟足長い、なんかどんな髪型で出てくるのかなって。そうですね、うん、なんか、うん、やばくないやばくない。そうですね、どのようなう、うん、なんかさちょっとパーマかかったような挑発を振り乱して踊られた日には、うん鼻血がさっぱり切って出てきたりしたらがっかりするかもしれない、うん、そうですね、逆にそうなんですね。ありえなくもないよ ね、 そうですねでもちょっとね大人の魅力マシマシな感じで、うん、ちょっと最近ね、うん、かっこいいよなと思って、うん、ですよ、ね、なんかどうしてあんなおしゃれなパーマかけられるんだろうと思って、うん、そうです ね、 ね、どのような姿なのかもう本当に気になりますね。また雨をね、うん、踊る任せるためにいろんな準備をしてると思います。そうだよ、楽しみになんか企んでるよ絶対そうですよ、直前まで帽子かぶってると思うんですけど、ね、なんかね、ね、うん、現場入りする時とかも ね、 そうですね、ちょっとこう、うん、秘密な感じでいくのかな、うんうん、アミがギャーっていうのをね期待してやってると思うから。そうですよそれ聞きたいんだよね彼らもねそうなんだからちょっとそれも楽しみだし、うん、ね、何しろね彼らアミたちの前に出て歌って踊るっていうのが最高の幸せでしょ、うん、彼らにも、うんうん、そうなんですね、うん、だからきっとすごい楽しみにしてんじゃないかなと思う、うん、今回も会場はハリセンじゃなくちゃんと拍手とか拍手できますよね、うんうん、できるかも思います。もうの方が緩くなってきてるんですよね、うんうんうん、ね、もう存分、ね、まあマスクなのかもしれないけど、うん、私は声、ね、出せるんじゃないかな、出せますよね、うん、声出せないとちょっと寂しいですね。それ気まずいですね。韓国アミちゃんたちはね。いやそうだよね、うん。5万人ぐらいいて無言って。そうそう、逆に怖いそれ。虐待みたいな感じ。今までね辛かったからね。だからやっぱ思いっきり絶叫したいよね。思いの丈を吐いて。ね、本当行ける方、うん、羨ましいな。本当に羨ましいですね。ね、うん、ね、まあ、現地の熱を感じながら、うん、私たちも。そうそうそう、ね、カメラワーク期待しておりますっていう、ね、ちゃんといいとこを撮ってくださいよみたいな、そこそこっていうところをちゃんと撮っていただきたいっていう、ね、あとはまあリバースとかで、ね、見る方はね心配なのは電波、Wi-Fi、うん、そうです、そうですね、なんかね、前にもねちょっとウィバースとかで配信した時もやっぱり画像がちょっと途中で乱れてたりとかって、ね、うん、自分の家が悪いのか、うん、向こうが悪いのかも分かんないっていうのもあるし、うん、まあ、向こうがちょっとトラブルことも、ね、うん、ありえるからね、そこだけなんとかなんとかなんとか、あとなんかウィバースで配信されるのと、うん、テレビ放映が映像が一緒なんでしょうかね、うん、それもちょっと気になる、ね、あ、そうなんだ、ね、テレビ用のアングル、またカメラ2台と変えるの大変そうです。2台じゃない、そうなるとね、うろうろするカメラマンがいっぱいになって、うん、そうですよね、多分あそうです、ね、一緒なのかな、一緒っていうか一緒か、まあね、ちょっとこうマルチとなんだかみたいな、ああいうイメージであるのかな、確かにそうですよね、うん、なんかマルチ画面にしててもやっぱりザーッとなんていうんだろう、途切れちゃって、あ、そうだよね、うまく映像受信できないことが多いですよ ね、 ね、だから結局一つだけ、うん、マルチ選んでも一つだけで見ちゃってる、うん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 、なんか途中でチェンジするとね、うんうん、ちょっとうまくつながらなくなったりとか、そうですね、うん、ね、うん、まあ、なんとしても見届けたいですね、うん、いやもうね、しっかりもうこの目で確かめて、うん、ね、キラキラって感じだし、まあ、これ無料ライブなのでもしかするとね後日アーカイブが残る可能性もあるのかな、うん、どうなのかな、そうなんです ね、 ね、もしねこう電波ちょっとなんかトラブルあったら、うん、残しておいてもらえるとありがたいかな、うん、楽しみだね、楽しみです ね、 ね、ちょうど10月15日、ね、はい、そう6時からです、ね、放送の夕方、ね、夕方です ね、 ね、家にで見る人もアミボム用意して振るよみんなでそう、アミボムね使いましょう ね、 ね、そうですねはい、それではここで曲をおかけします。
BTS で Yet to Come。アミでラジモララサタデーをお送りしています。引き続きサタデーボラヘフィーバーのコーナーです。はい、ここへ来てね、バンタン、まあ、個人的な活動といいますか、ナムさんとユンギが東京に来たりとか、そうですね、いろいろ動きがありますよね、うん、ようこそですねようこそで、まあ、仕事絡みでもあるけれども、うん、なんかちょっとね、プライベートもちょっと楽しんだような感じにもなってるし、まあ、あとテテはね、ラジオの DJ を、そうですね、ラジオの DJ を、ラジオの DJ を聞きましたか、アミコさん。聞きました。はい、もちろんです。あのいい声、声いいですね、本当に。声いいよね。今日はここのスタジオにいることを想像しながらやりましょう。なんかなんだろう、夜聞くとすごい落ち着く声、うん、そうですね、ちょうど夜の時間帯だったので、本当にいい、なんかそ会いましたよね、本当に会ってましたよね、なんかね、まあ、なんか前にね、やってみたいですとかって言ってはいたけれども、本当にやってくれると思わなかったし、なんかまたやってほしいなと思う。そうですね、レギュラーでしてほしいですね。そう、レギュラーの、ね、週1でいいからみたいな。そうですね、週1でもいいからぜひ三角山放送局で、そうそうそう、ね、ラジオそんなに出たいんだったらね、全然ズームで参加でもそうですね、遠隔でも全然大丈夫でしたよね。ラジオっていうか最初声だけかと思ったんですけど、ああいう風に YouTube でね、見れるようにしてくれてよかったですね。アミたちいっぱい来てましたね。すごかったよね。なんか夜ちょっと寒かったりしたみたいだけどね、頑張っていてくれたアミたちと、マスターアニムがこれまたいい写真をいっぱい撮ってくれてね、可愛い姿2日間楽しめて、本当に良かったし、愛嬌すごかったですね。そうですね、嬉しそうだったね、やっぱりね、アミたちの姿見るとね、ああいう顔見るともう本当に嬉しい本当に嬉しいって感じ。私はガラス越しでああいう形でいいので、握手しなくてもいいので、ガラス越しで近くで会えたらいいなって、動物園みたいで本当申し訳ないんですけど、あれさ、でもほらアミたちの反応がさ、旭山動物園でさ、白熊ちゃんがわーって泳いできた時の反応と一緒だった。いや、そうなんですよ、いや動物園みたいだなって思ってつぶやこうかなと思ったけど、ちょっとあまりにも失礼かなと思ったけど、いやでも可愛いクマちゃんだからそうですね、可愛いですね、マスターさんたちもクマちゃん耳つけてなんか差し上げてる人とかもいたし、ね、あの距離で会いたいです、いつか、そうだね、いい距離でしたよね、本当に、いいよな、で、まあ、ナムさんもね、東京来て、まあ、いろいろ美術展巡りとかもしたみたいだし、まあ、あとはね、ユンギの爆池、ユンギびっくりみたいな、そうですね、突然やってきて、もうあんなの見せられてみたいな、こうバスケも、そうですね、バスケ大好きですね、NBA 見て、見に来て、で、あんな風に交流してね、すごいなんか、まあ、アンバサダー的な立場だったのかな、なんかね。おかげで私もちょっとバスケを見ましてですね。あ、そうですか面白いなと思って、うち息子はバスケ部だったんですよね。そうなんですね。もう引退しちゃってるけどね。で、まあ、コロナ禍でもあったから、まあ、試合とかそういうところ一回も見たことがないんだけれども、なんかね、面白いですね、あれね、なかなか展開がスピード感があって、バスケが好きで見に行ってた人がたまたまね、そうです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 ね、もう超ラッキーですよ、本当に超ラッキーですね、それは、ね、なんか有名人もね、たくさん芸能人の方とかたくさん来てたし、ね、大阪直美選手とかね、なんか大阪直美ちゃんは兄だしね、握手してたりとかしてたし、ユンギのね、すぐ後ろにいたちょっとこう一般人じゃないなっていうお兄さんは、あれ、もっくんの息子さんだったらしいです。あ、そうなんですね、そうなんですね、そういろいろなんかみんなね、見に来てたみたいで、まあ、これでまたね、バスケも注目されるんじゃないかな、なんか見て面白いと思ったり、そうですね、本当に面白かった、ね、展開がもうすごい、
よく来てくれましたよね、日本にね、2人ともね、本当こっちからなんとなく簡単にまだ韓国に行けないっていう感覚なんだけど、パーッと来て、そうですね、いろいろわーっと見て感じちゃって、でもね、いい写真も残してくれたりとか、そうですね、もういい姿見れたなって感じだし、ナムさんのタフなこと、もうびっくりしました。あんなと短い滞在で、そうですね、精力的に回られてすごいなと思います。あれその後なんか LA に行ったのはその後だったっけ、なんかその後ですね、すぐ行ってたよね。タフ。あのジンさんもね、謎の LA 滞在、謎の LA 何をやったのか、何かがあまり出てこない、そうですね、まだ出てこないですね。全くのプライベートってわけじゃないと思うから、仕事だとは思うんですけど、そうですね、また知りたいね。でもね、その後何も聞かないね。写真集かな、なんだろうな、ただただのゲームしに行ったのかと思って、心配してかも、かもね。すごい面白かったね、あれもね、なんかあんな風に姿見せてくれてっていう。本当に彼ら休んでないですね。そうですね、なんかじゃないですね。逆に忙しい。そうで、逆にって感じですよ。あの過密スケジュールじゃないけど、常に仕事がっていう感じなんじゃないかな。仕事が続いてる感じ。そうですよね。個人でね、で追いかける私たちもさ結構忙しくなっちゃって、追い切れない、追い切れなくなっちゃって、途中からなんかもう7人の活動全部、そうなの、7倍になっちゃったの。そうですよ、アミ活がね。なんかまとまっててくれた方が楽だったような気がしちゃって。ねえ、なんかでもまあ彼らのちょっとこうリラックスしながら仕事してる姿とかもね、いいなと思って、なんかねえ、こういいな、本当な、ねえ、あとはあれですね、テテのボーグ、ボーグの表紙ねえ、決めらんない。アミコさん何冊買ったんですか今日ね、来る前にポチりました、やっと。あ、そうなんだ。決められなくて、2冊。でも、6冊ね、ポチってる人もいるもんね。そう、でもね、後出しひどいよね。そう、そうね。そうね。なんかあの、韓国の書店で山積みされてるような、あれを見たかったなと思って、ああいうところを見たかったなと思うんだよね。本屋に行ってね、ニヤニヤしちゃうよね、なんか。本屋にね、つまさっててほしい。ねえ、そう、あれ迷うよね、表紙ね。いや迷いましたね。ねえ、そしてまああのホビちゃんもね、クラッシュさんとコラボしたり、あ、そうですね。ナムさんもあのね、バルミングタイガーとね、コラボしたり。ホビさんも大活躍ですね。いや、そうです、大活躍ですね、クラッシュさんとの。ライブを終えたばかりなのに、次がちゃんと控えてるっていうのが、そのミュージックビデオの中ダンスすごかったね。すごいですね、かっこよかった、すごいかっこよかった。なんかホビちゃんの本領発揮っていうか、そうですね、うわこの人ダンサーなーっていう感じがすごい親しい、かっこいいね、どんどんなんかキラキラしてて、ものすごい、でもなんか幅が広がってる感じ。そうだね、そうそうそう、成長してるな、ますます楽しみな。でまあジミンちゃんもね、この間ウィーバーズ来て、かわいい模型を一生懸命、結構難しそうですね、それ。大変そうでしたよね、それ。えらいなと思いました、根気よく。でもなんかちょっとこう、あ、男の子らしいなって感じもちょっとしたりして、なんかかっこよかったりかわいかったり、いろいろ忙しかったね。まあジミンちゃん、まあ、今月セイルですね。まあそうですね、今月セイル、ね、お誕生日ということで、ね、ライブ直前ですね、ね、それも楽しみですね。そうですね、ではここで曲をおかけします。 BTS ジミン、ハ・ソンウンで With You。 アミでラジモララサタデーをお送りしています。続いてはカルチャーコリアのコーナーです。このコーナーでは韓国の言葉や文化を紹介します。はい、
ちょうど10月9日はハングルの日ですね。韓国語を学ぶためには必ずハングルを勉強しなければならないんですけれども、まあ、そういう日が韓国にはありまして、10月9日です。で、ハングルって誰が作ったかご存知でしょうかね。どうですか？偉い人そうです、偉い人ですね王様が作って、朝鮮時代の第4代目の、王様の世宗っていう人が作って、特に朝鮮時代のいろんな王様の中で大っていう言葉がついている王様です、その理由が、いろんな理由があるんですけど、特にこのハングルを作ったっていうことで、今までも韓国人にとっては、尊敬されている方ですね。でハングルを作った理由が本当に素晴らしいと思うんですけど、全ての人たち国民が、読み書きができる文字が作りたいということでこのハングルを作りましたよね、それでですね、普通、ちょっと誤解されているのが、韓国には全然漢字を使ってないっていうイメージがあるようなんですよ。ちょっとハングルっていうなんかそういうちょっと強いイメージがあるので、漢字って使ってないんですかっていう質問を私もしょっちゅうされたりするんです。私特にですね、博士論文のテーマが漢字語なんですよ。韓国と日本の漢字語を比較する、そういう研究をしたんですけど、何研究をされてるんですかっていう質問で、漢字語ですって言うと必ず出るんですよ。韓国も漢字語使ってるんですかっていう、そういう質問されてるんですが、もちろん書くときですね、表記としては使わないんですけれども、言葉としてはありますね。漢字語っていうのがありますね。それで韓国語と日本語って結構発音が似ているっていう、そういうことがあるんです、例えば三角関係とか、三角関係ですね韓国語では三角関係、例えに使う言葉がいい、いつも私三角関係を例えるんですけど三角関係三角関係って韓国で何みたいな、でも一番みんな食いつくよね、そういう言葉言うとね。何、三角関係って発音が似てますね。この似ている理由が漢字語なんですよ。本当に漢字語の方が、どちらかというと中国から入ってきた感じですね。それで韓国語と日本語って結構発音似てるっていう、そういう、のが、漢字語があるからっていうことなんですね。で、ハングルっていうのが1446年で、最初はハングルっていう名前じゃなくて、軍民正音っていう漢字なんですけど、本民正音っていう名前でした。でこれが本ですよ、もともとは本の名前にもなって、この本にはこのハングルを作った理由とか、さっきですね、全ての国民がちょっと読み書きできる文字を作りたいっていう内容もそこに入ってるんです、それでこの文字はこのような発音で、この理由でこのような形をとっているっていう、そういう説明、説明書ですね、説明書なんですね。で最初は本民正音っていう名前で、ハングルっていう名前になったのは100年ぐらいですかね、20世紀に入ってから、そんなに経ってないですよ、そんなに経ってないですね。それでその時期からハングルっていう名前で、呼ぶことになりましたね。で今から見てもですね、結構音声学的に、結構科学的な、そういう文字で、その昔でどういう勉強をしたのかってちょっと気になります、私としては。そうですよね、そういう朝鮮時代にはどういう勉強をしてこの文字を作ったのかと、その音を、表現するためにこれ で、あれなんか下の位置、そうですね、下の位置が、そうですね、唇の形とか、そういう形を見て、作ったのがこのハングルっていう文字なんですね。で特に1997年にはユネスコの世界記録遺産ですね、記録文化遺産にも登録されて、ユネスコにですね、世宗識字賞っていう賞があるんですよ、それで、この世の中には文字が読めない人が多いんじゃないですか、その文字が読めない人のためになんか仕事をした団体に賞をあげるんです。その賞の名前に世宗っていう名前がついている理由、理由ですね、ついている理由が、これですよね、それでこのハングルっていう、私としては結構ありがたいです、私は韓国人としては本当にありがたいですよね。それで
この特に去年にはですね、BTS のためにハングルを学んだっていう特別番組があったんですけど、この世界中のファンたちが、まあ、BTS を見て、まあ、ちょっと韓国語を学ぶという、まあ、せっかく各地のファンたちの様子を、まあ、様子をちょっと扱ったそういう番組もありましたね。でそのドキュメンタリー結構良かったですよ。本当に良かったので、もし、まあ、まだ見てない方は YouTube に多分あると思うので、ぜひ見てください。で特にの、まあ、タイトルにもこのハングル日特集がありましたね。86ですか、86から88、エピソード、86から88にもありますので、まあ、ハングルをもうポイントかシーンを探しに探して集まる単語を作る、そうですねっていうね、やつをね、そういうゲームもして、本当にまあ楽しいので、もうぜひそれ もう参考に見てください、参考として。でハングルって最初は28字でしたが、今4字がなくなったんですよ。今は現在は24字になりましたよね。その4字があったらですね、韓国人の日本語の発音がちょっと綺麗になったかもしれないですよ。日本語にある、なくなっちゃったからこそ、韓国人ができないザーとか、まあ、こういう発音がもともとはあったんですけど、 あったんですね、それが、ね、文字がなくなったんですね。ハングルがなくなって、まあ、ちょっとそれはちょっと残念ですね。そうかそうか、使わなくなったから、そうですね、で今は24字の文字で組み合わせですね、その組み合わせでもう本当に、まあ、普通の音が全部書けるっていうことですね。このね、日本語よりも文字数が少ないのに、どうしてちゃんと覚えられないの？そうですそうです、50音ですよね、平仮名は、ね、しかもカタカナ、漢字、そうですよ、和製英語でいつも学生に言うんですよ、私は50音覚えたから、皆さんは24でしょと倍以上ね、あるんだからね、24だから覚えなさいと確かにね、まあね、読めるとね、深く意味までわからなくても読めるようになるのは、ちょっと勉強すれば、ちょっとこうね、ローマ字読みのような感じでできたりするのでね、ちょっと読めると、看板が読めるとか、そうですよ、なんかちょっとこうね、バンタンのなんかちょっと言った一言がわかるとか、こう字幕で出た一言がわかるとか、ちょっと楽しいかもしれない。そうですよね、最近はこの基礎コースとかたくさんありますよね。そうですね、でちょうどですね、私が通ってる韓国語教室ですね、日韓文化交流会さんというところがあるんですけれども、そこも11月から入門コースを新設しますということで、ハングル読むことからスタートっていう ね、本当に入門からですね、が、始まりますということで、火曜日の7時19時からと木曜日の13時からスタートしますので、ね、体験レッスンとかオンライン授業も受けられるので、ご興味ある方、ちょっとホームページをポチッとしてご覧になって、ぜひぜひね、ハングルちょっと勉強しませんか、っていう、そうですよ。はい、それでは曲をおかけします。 BTS でパルドガンさん。そろそろお別れの時間です。そうですね、なんかヘジンさん、どこだかいいところに。そうですね、私はちょうどなんか先週末には、大阪、大阪、本当に久しぶりですね。コロナの前だったので久しぶりに行ってきました。それで、鶴橋っていうところ行ったんですけど、広いですね、びっくりしましたよ。私いつも新大久保のイメージしか知らなくて、まあそういうのも似てるかなと思って行ったんですけど、意外に広くて、迷路ですね、なんか道が、密集してますね。それでお店がたくさんあって、逆に悩みました、たくさんあって、ありすぎて、ワクワクするよね。そうですね、狭い路地を歩くだけで、韓国にいるみたいなね。そうですね、一番のような感覚なんだので、ここはどこって感じでしたね。そうですね、歩いてたら、ここはどこ、本当にそういう感じでしたよね。
それで今本当に店がありすぎてちょっと選べなかったんですけど、まあ、結局ですねちょっと選んで入って、まあ、300歳いろんなお肉とか食べて、まあ、焼肉ですね、焼肉食べて本当に楽しかったです。美味しかったです、はい、本当に美味しかったです。マッコリ飲みました。いいちょっと鶴橋から中継しようか今度、ね、そうですよ ね、 いいですね。それもいいかもしれませんね。あゆこさんはなんかまたいいもの仕入れたと。はい、うん、今日は皆さんのガムの日です、うん、ガムの日覚えてらっしゃいますか。もういらない、いらないかなと思いながら、うん、新しいパッケージですか。そうですね、うん、そうですね。でもね見ちゃうとね。そうですね、見ちゃうとね、うん、コンプリートしました。いけない、うん、ね、なんかね、タイニーターンのコーヒーもあるし、ありましたね、もうなんかもうね、盛りだくさん、盛りだくさん、盛りだくさん、ガムで生きてきます。ガムで生きてきます。主食になります。そうだね、はい、顎が強くなっちゃう。、ね、まあでもね、顎鍛えて、うん、ちょっと次ね、万端に会った時に大声で叫べるように。そうですね。これくらいしかね、今のところ楽しみがね。明日もいいことあります。いいことなのか争奪なのか、うん、もう大変 ね、 ね、でも待ちに待った、うん、スピークヤセミドル、やっとですね、ソウルコン、もうあれやっと出たと思って、やっと出た、そうですね、長かった、ね、長かった、待ってた。もうダメだな、私ね、プレビューだけ見ただけでちょっと泣きそうになった。いろいろ思い出すな。そうですね、いろいろ思い出がある。まあね、うん、頑張ってゲットするぞ、うん、するぞ。頑張りましょう。はい、はい、じゃあするとこの時間は長平人とアミコとバンビと小野歌子でお送りしました。次回は11月19日にお会いしましょう。最後におかけする曲は BTS でアイドルです。アミアルブンすごいっそおめでとう。